カント哲学以降は根拠重視の学問へ。この世界は神が作った。王は天命によって選ばれし者。死後の世界、云々そういった超越したものを考える哲学が1700年代まで中心だったそうです。しかしカントはそんな答えが出ないことをぐだぐだ考え続けるのはやめよう。見たり聞いたりできるものの範囲でしか知りようがないのだから。 目に見えるものの中で根拠を探索するのが科学だ。ということで、1800年代頃から学問の範囲が目に見えるものに限定されていく方向性に急速的に変わっていったそうです。さらにカントは超越したものをドヤ顔で語っているものは自分の直感を過信しすぎている。理性のパワーなんてのは思ってるより大したことないんだから調子に乗ったら飽きまへんでと揶揄しました。 超越した世界を否定しているのではなく現実的なことに重きを置いた方が学問は進展するのではないかという考えでしょうかねそしてさらにカントは一つの定義を見いだしました超越したものの範囲その中に目に見える範囲があるでさらにその中に第三の範囲があるとそれは個々の意思カント以降は意思について考える哲学が中心になっていきました 共通ルールの社会の中に非共通の意志を持った人たちがゴロゴロいる。時代背景によって現れる規則性、あるいは普遍的な部分、分類したり改善案を見出したり、哲学は尽きることがありません。カント哲学の後に誕生したドイツのニーチェは人気のある哲学者です。弱者が強者に対して抱く恨みや嫉妬心のことをルサンチマンと呼びました。 相手を引きずり下ろして権力側に立ちたいから弱者は都合のいい道徳を持ち出している弱者を正当化して強者を非難しているのは自分を欺く行為である自分の権力欲を棚に上げて政治批判ばかりしているようなニヒリズムに飲み込まれた人間を末人と呼んで厳しく批判しましたそしてニヒリズムを二つに分けております受動的ニヒリズム すべてに価値がないと悲観的に考えて無気力な生活を送っている人。能動的なニヒリズム。価値がないからこそ自ら価値を見つけようと超人を目指す人。ニーチェは超人思想を提案しました。生きてる価値がないという自実に負けて無気力になるのではなく、現実を直視して自分の運命を愛するという強いニヒリズム。超人を目指すべしと。ニヒリズムは虚無主義と訳されます。 この世のすべてに価値や意味がなくて虚しいという意味。今の若い世代に根深い虚無感がはびこっているという説があります。自分の存在も含めてすべて無価値。何に価値を置けばいいのかすらわからない。規範意識が喪失した時代。これは大問題ですね。単身時代と多様化の行き着くところなのか、既得権益による組織票、メディアの変更報道で民主主義っていうのが全く機能していないことを ななななんんとなくみかかかってるからなのか現代にはびこるニヒリズムニーチェの生きていた1800年代の後半は科学が急激に発達して人間は創造主により生み出されたわけではなくビッグバンによる現象で生まれたという科学的な根拠が出てきて宗教や教会の力は次第に弱まりました教会が権威を持っていた時代の人々は神に仕えて生きる天に選ばれし君主を崇める 天国に行くために徳を積むといった人生の目的を持っていました。しかし科学の発展により、神の存在はまやかしであるという風潮が強まりました。すると目的も意味も失った人たちは平凡にだらだらと余生を消費する末人と化していきますで。今現在は生まれた時から科学的なものに囲まれて育ちます。そしてとりあえず生活はしないといけないので、なんとなく働く。余った時間は動画を見たりゲームで暇を潰す。 まあこれが現代の末人の姿ですかねで困ったことに投票しても無駄という考えが根強いですねあとニヒリズムは伝統すら意味がないでするものだからナショナリズム愛国心といったものと相対するのではないかそういう見解もあるようで団結が非常に難しいんですね目的がないから表面的な楽しさだけを求める傾向にあり革新がもたらすその刺激をずっと求め続ける 時代がどんどん変化していかないと楽しめない人たちみたいなねニーチェは要はニヒリズムっていうのは目的が決議をしているのだと述べています目的を忘れることは愚かな人間に最もありがちなことだとなので思考意識行動をもガラッと変えるような確固たる目的意識を持つことが超人の道への第一歩なのかなと思いますね